はい、こんにちは、ジャンゴです。悠々白書 100% マジバトルの方で、ガチャに新キャラが追加されたということで、引いていこうと思います。このヨコクラマカラスピックアップで、あのね、なんかチケットガチャの方でも一応最新のキャラもね手に入るみたいなんだよね。なんかゲームによってはこういうあのガチャチケ別枠になってると新しいキャラは手に入んないというか、そういう風になってるやつとかもあるんですけど、あのマジバトは普通にチケットの方でも最新キャラが入ってるみたいなので、この星4以上確定のガチャチケットもこの2人出るみたいなんで、1枚しかないけど、まあ引いちゃおうかなと。まあ、とりあえず普通のピックアップで10連を引こうかな、まずは。じゃあ、いきます。はい、どうだ。そうか。これだと、あ、この比叡か。ちょっとこれだとまだいっちゃおう。そこまでか。お、ゆうすけが来たということはどうよ。あ、いるな、最後に。ちょっと待て、しかもこのシルエットは、おーし、これは嬉しいな。はい、まあ追加されたカラスが出ましたね。どうしようかな。クラマも出るかな。もう一回行こうか。三回。ここでやめよう。さあどうだ。ばあさん。ん？これはなんか微妙だな。あ、ああ、何も出ない。何も演出がない。2回でやめとけばよかった。これはダメだ。うん、とりあえず今回はちょっとここで、じゃあチケットだけ引こう。普通のチケットガチャ4回と星4確定のやつもこの後引いて終わりにしよう。あ、チケットはねこんな感じだよね。 OK で、星4以上確定でここ出てくれよ。あのパパ、でもなんか、お、なんかブワーってきた、ブワーって。あれはもうちょい、あーっと、これは普通の星4か。ああ、神谷先生か。はい。まあ、カラスが出たから良かったかな。うん。カラスが出たから良かったかな、とりあえず。お前はいつまでも私のそばに置いておきたい。なるほど。うん、これはちょっと育てていって、誰が外れるんかな。桑原か須作なんだけど、まあとりあえず今回はガチャを引いて、クラマー引けなかったけどカラス新しいやつ引くことができましたということで、
一旦終わりにしようと思います。ありがとうございました。